カレン・アブガロビチ・ハチャノフは、ロシア・モスクワ出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス64位。ATP ツアーで、シングルスで4勝を挙げている。身長198センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。日本の一部メディアでは、カチャノフとも表記される。2013年のクレムリンカップでは、 アルベルト・ラモスビ・ニュラスと、ヤンコ・ティプサレビッチを破り、準々決勝に進出し、イボカロビッチに敗れた。10月にデビスカップロシア代表デビューを果たす。2014年の南京ユースオリンピックではダブルスで、アンドレー・ルブレフト組んで銀メダルを獲得する。全米オープンでは予選を勝ち上がり、グランドスラム初出場を果たす。本戦では1回戦で、トマス・ファッピアノを破り、 世界ランク7位の西ケ啓トの2回戦まで進出した。生徒オープンでは、第7シードのジョアン・ソーザ、アドリアン・マナリの、第4シードのフェディシアーノ・ロッペス、第6シードのビクトル・トロイツキを破り、決勝に進出。決勝で、アルベルト・ラモスビニョラスを67、76、6から3で破り、ツアー初優勝を果たした。前後オープンでは2回戦に進出し、 第23シードのジャック・ソックに敗れた。全仏オープンでは、初めて4回戦に進出。第1シードのアンディ・マリーに3から6、4から6、4から6で敗れた。2018年は2月のオープン13と10月のクレムリンカップで優勝。マスターズ戦最終戦のパリーマスターズでは3回戦で、第8シードのジョン・イスナー。準々決勝で第4シードのアレクサンダー・ズベレフ。 準決勝で第6シードのドミニクティームとトップ10選手を激破し初の決勝進出。決勝で第2シードのノバク・ジョコビッチに7から5、6から4で勝利し、マスターズ戦初優勝を果たした。全豪オープンは3回戦でロベルト・バウティスター・グルトに敗れた。BNP ・パリバオープンでジョン・イスナーを下してベスト8に入った。全仏オープンでは4回戦で、 フアン・マルティン・デル・ポトロに勝利してベスト8入りした。準々決勝で TM に敗れたが、大会終了後の世界ランキングで9位になり、トップ10入りを果たした。ATP カップでは、ダニール・メドベージェフラと共に、ロシア代表として出場。ロシア代表として活躍し、準決勝進出を果たしたが、セルビア代表に敗れた。その後開催された前後オープンでは3回戦まで、 進出し、ニック・キリオスとの4時間26分の大熱戦の末、2から6、6から7、7から6、7から6、6から4のスーパータイブレイクで赤敗し、4回戦進出とはならなかった。全米オープンでは1回戦でヤニック・シナーを破り、2回戦も突破したが、3回戦でアレックス・デミノーに敗退。 全仏オープンでは4年連続で4回戦進出を果たしたが、ノバク・ジョコビッチに敗れた。全豪オープンを3年連続3回戦に進出したが、マッテオ・ベレッティーニにストレートで敗れた。その後は、ロッテルダムオープンで準々決勝、リヨンオープンで準決勝に進出した。全仏オープンでは2回戦で西コリに6から4、2から6、6から2、4から6。 4から6のフルセットで敗れた。ウィンブルドン選手権では2度目の4回戦進出を果たした。他にも同胞のダニール・メドベージェフとアンドレール・ブレフト、ハチャノフ自身を含めてロシア人、選手3人のウィンブルドン4回戦進出は初めてのことであった。4回戦ではアメリカの新鋭セバスチャン・コルダを3から6、6から4、6から4、5から7、 10から8のフルセットで破り、初のウィンブルドンベスト8入りを果たした。準々決勝では、お互いグランドスラム初の準決勝をかけて、デニス・シャポバロフと対決し、4から6、6から3、7から5、1から6、4から6のフルセットの末、破れた。その好調査のまま迎えた東京五輪では、西岡義人、ジェームズ・ダックワース、ディエゴ・シュワルツマン、ウゴ・アンベールラを破り、 準決勝に進出。パブロ・カレーニョ・ブスタをストレートで破り、決勝では、アレクサンダー・ズベレフに負けたが、オリンピック初出場で、銀メダルを獲得した。シングルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 L q イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。